ていきましょう。いいですね、美味しそうですね。はい、どうもー、リュウシュのおじさん、リョウジです。ということでですね、まだ2本目なんでね、全然平気なわけですけども、さらにですね、僕の楽しみを加速していきたいと。ということでですね、大好きなおつまみ、ウーロンチャーシューですね。非常に簡単にレンジでできるレシピなんですよ。今回ヒルナンデスで紹介したですね、レンジで作るウーロンチャーシュー、これを皆さんにご紹介したいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、今回ウーロン茶を使うんですね。ウーロン茶を使うということは、ウーロン灰を飲むってことですね。僕の大好きな狂月ですね。焼酎多い、大丈夫だよ。ウーロン茶の焼酎割りでも全然美味しいから、自分を高めていきます。あー、うまい、安心する。この味、お袋の味って言うんですかね、これね。豚バラ肉、今回 400g のもの、真ん中で豚切っていきます。で、こいつをここにですね、沈めていきます。でね、まあ、今回ねちょっとね脂身の多い部分なんですけども、ちょっとこっちは脂身が多いかな。レンジでやるチャーシューの場合は若干脂身が多い方が美味しいです。なぜかというと、脂身の方がレンジで熱された後に柔らかくなるからですね。できれば赤身6、脂身4ぐらいの割合が一番美味しく仕上がると思います。白だしですね、僕の大好きな白だし、これね、白だし合うんですよ、チャーシューにね。大さじ1入れます。お塩もね、小さじ半分こうパサッと振りかけます。これね、なぜ皆さんウーロン茶なのかって思うと思うんですけど、ウーロン茶って香りがすっごい高いじゃないですか。で、ウーロン茶で煮込む料理とかも結構あるんですね。これを使うことによって肉の臭みが非常にね和らぐんですよ、これね。で、これ 100cc、 できればね半分ぐらい浸かるっていうような、この容器をね用意していただいた方がいいですね。そうすると味がよく染みますんで、フォークで穴を開けとくと火の通りと味の締めが良くなるん で、これ裏返して、ここもちょっとフォークまたパックに入ってる時にやってくださいね。ラップしましょう。こんな感じで600W、 5分、まずは5分。はい、それでは5分経ちましたんで、ちょっとね見ていきたいと思います。5分経った姿がね、5分経つと、あ、でもウーロン茶のいい香り今めっちゃするね。これ裏返しましょう。レンジでやると上とね下のね温度差っていうのが結構あるんで、そうすると均等にこのお肉に火が入る。じゃあですね、これはレンジでやって、5分、例えば5分やってひっくり返してまた5分、これで超絶美味しいチャーシューができちゃうんですね。楽しみですね。はい、ということでできましたので出していきたいと思います。どうなってるんでしょうか。これね、ドカッとねまな板の上に置きます。スライスするとね非常に温度がね冷めやすいし、そう、こんな感じでね切っていきましょう。いいですね、美味しそうですね。保存したいなと思う時はこうやってね沈めてください、このタッパごとね。これで1日とか置いたら非常に味がキュッとなっていいおつまみになります。で、この状態で冷蔵庫かなんかでつけておくと、冷たくてもねこれ美味しいんですよ、チャーシューだから。並べるような感じで何人前ぐらいはこれで取れると思います。切った後にこの漬け汁にくぐらすと結構味が乗りますんでね、和からしがね合うんですよ。ここら辺にこうちょっと添えていただくと、このタレ、このタレをこうかけてあげる。そうするとね照り感と味が非常についてですね、美味しいんですよ。これこれ最高やぞ。レンジでできるウーロンチャーシュー完成です。はい、それでできました。食べていきたいと思います。いい香りがもう部屋中に充満してます。いただきます。いただきたいと思います。いただきます。辛子なんて、おお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 お
茶うまですね。白だしと塩とウーロン茶だけですよ。なんでこんな臭みがないのかっていう、うまみがめっちゃ凝縮してる。少ない水分量で電子レンジで煮込むからこのうまみが出てるんですね。チャーシューのほろっとした柔らかさではなくて、肉肉しいこのチャーシューの足、なかなか食べれないと思います。これ柔らかい角煮みたいなチャーシューではなくて、肉感がしっかり残ったチャーシュー、これのうまさっていうのはね、人類忘れてるんじゃないかなっていう感じですね。やばいうまいわこれ。黒胡椒、引き立ての黒胡椒、これが豚に合わないわけがないんです。うん、非常にレモン汁ですね。さっぱりしてめっちゃ進みますね。この肉質を楽しむんですよ。ぜひ皆さんやってみてください。いや実はね、あんまり僕この動画でウーロンハイ飲んだことないんですけど、いつもね、外だとハイボールかウーロンハイなんですよ。はい、ウーロンハイはね、もう本当落ち着くっていう感じですね。